はい、また近所の川に来ました。本日の課題はですね、前回手元まで来てポロッと落としちゃった謎の魚ですね。前回釣ってる時はね、あれオイカがポロッと落ちちゃったのかなと思ったんですけれども、動画をよくよくね、この送りで見てみると、何オイカは釣れたぞ。あ、落ちた。このカワムツかモロコだと僕には見えましたね。で、カワムツかなと思ってたんですけれども、コメントの方でね、モロコじゃないの、タモロコじゃないのというのがね、寄せられました。だからそのね、魚をね、今日は白黒はっきりさせたいですね。なので、ガン玉つけて、このフライ、前回反応良かったフライのフックサイズがね、小さい版を作ってきました。前回はTMC2487 の18番で巻いてたんですけれどもね、 TMC100BL のね、20番一回りちっちゃくしました。これでね、フッキング率を上げて、なんとかねキャッチして魚の正体を確かめようとでやってみます。今ね、見た感じね、前回よりもね、魚少ない気がします。まあ、こんなもんですよね。毎回いつも安定した魚っているわけないですからね。だけどね、ちょっと探して頑張って釣ってみる、どうでしょうか。タックルは前回と同じです。一番タックル、ガン玉でボトムを転がして、ボトムをね、つついてる魚を狙うと、そういう釣り方でやってみます。反応はあります。反応はっきりしないな。釣れましたけど、これはなんだ、これはなんだ。よし、ちょっと今日はちゃんと武器を持ってきましたよ。よいしょ。さあ、この中にはいはい、これやっぱりモロコかな。GoPro じゃ解像度低いんで、ちょっと携帯で撮るか。モロコかね、確かにモロコっぽいよね。カワムツはね、ヒゲがないはずなんですけど、よく見えねえな。魚を見るのに老眼鏡ってのも本当悲しいですね。モロコかね、確かにモロコっぽいよね。カワムツはね、ヒゲがないはずなんですけど、モロコだね、ヒゲがあるね。多分モロコですね。これフライでモロコってのはなんか素晴らしくないですか。ヒゲがあるから多分モロコなんだよね。タモロコのフライフィッシング素晴らしくないですか、ね、ちなみに長さ測っとくか。全長はだいたい5センチですね。あ、モロコだね、やったぜ。すごいね、久しぶりだな。子供の頃はね、口細はね、マブナ釣りの芸道でよく釣りました。
子供の頃はね、なんだボソかよって言ってましたけれども、フライで釣るとね、また感動ひとしよう。はい、お帰りください。フライを18番にしたらやっぱりね、コツコツ当たるんだけどフッキングしませんね。口が、まあ口細ですよ、ちっちゃくて。もうね、20番のねフライをねロストしちゃったんですよ。もっと作ってくれよかったですね。20番のフライをロストしてしまって、これで当たればいいんだけどな。おお今当たってる。フライを18番にしたらちょっとやっぱりね、フッキングしないですね。当たりますよ。反応はむしろこっちの方がいい。反応はむしろこっちの方がいいんだけどね。あ、今当たる。コツって当たるのが面白いね。20番をね、ロストしちゃったんですよ。もっと作ってくれよかったですね。試しで作ってきて、あんなにうまくいくと思わなかったんでね、また。ああ、おお、今そこまで追ってきました。面白い。なんかこれ、リトリーブにチェイスしてくるのって面白いよね。ドライフライじゃ出ないんだね、これね。この魚はね。あ、追ってる。コツンってくる。面白い。これで流れに乗せて、こうね、U の字軌道で、こう流れを使いつつ、こう、リトリーブすると、あれ、すれちゃったかな、出てこなくなっちゃったな。もうちょっとこっちか。グッて今来たんですけどね。これ2487の18番ですけれども、このね2487のこの形状も良くないね。やっぱりね、100の20番の方がね全然釣れたっていうか、まあ1匹しか釣れてないけどね、あの1匹釣って写真撮ったりなんだりしてたら、ピペットがね傷んでたんですね。で結局ねちょっとロストしちゃって、で18番にしたらね、やっぱりフッキングしないね。でも当たりが楽しめる。まあでもね、分かった、もう次来ればねもっと釣れると思います。ちょっとビッグワンがいないかな。ビッグワンならこれでもねフッキングすると思うんだけど、あのサイズしかいないのかな。子供の頃結構でかい口細もね釣ったことあるんでね、でっかいやつならこのフライでも十分フッキングすると思うんだけど、面白いな。これ近所の釣りとしては面白いですよ。これも、うわ、今ギラッとしたの見えたかな、カメラに映んないかね。今ギラッとひら打ってグッて持ってかれたんだけど、やっぱりこの18、あの境界なんだね。20番からなんですね、フッキングするのがね多分ね。いや、まあ面白いですよ。グッてくるのが面白い。ほらそこまで追ってきた。くそ。ここまで追ってくるんですよね。面白いな。よし、ビッグワン。ビッグワンが来たよ、ビッグワン。これはなんだ、なんだ。これはなんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。これは、あ、濁いのちっちゃいのだ。やった。あのね、ピペット 6X にしたんですよ。で、なんかね、ヒラを打ってるでかい魚が見えたんで、あらら、やったよ。これ濁いでしょ、濁い。おお。普通に濁いが釣ってる時はもうおちびちゃんだけど、この一番タックルでかけたからもうビッグワンですよ、ビッグワン。やった、濁い釣れた。はい、濁い釣れた。やったなんかね、でかい魚がヒラ打ってるなと思ったんですよ、濁い。やりました。
いいフッキングだよね。ちょっと雑に測りましょう。にごいくん、だいたい21センチですね。はい。だいたい21センチのにごいくんでした。楽しいな。いろいろ釣れて、その楽しい。はい、ありがとう。はい。面白いね。あんなちっちゃいにごいもいたんだね。なんかいろいろ発見がありますね。近所の川ね、いろいろ開拓して、なんかいろんなフライフィッシングが楽しめる。はい、今日も楽しめちゃいましたね。物の見方によっちゃパラダイスですよ。だって、誰も場所取りしてるね、ライバルがいるわけでもなしね。こう、フラってきてね、フライで楽しめちゃうというね。多分、タモロコだと思うんだけど、ツイッターにね、画像を貼ってみました。で、皆さんにタモロコで合ってますかって今ね、聞いてるところです。それにね、返信がつけばね、確実になるんじゃないかと。あと、家に帰ってからもね、画像拡大してよく見てみます。カワムツはね、ヒゲがないらしいんですよ。ヒゲが見、確かね、ヒゲがあったからね、タモロコじゃないかと。多分タモロコですね。やっぱりフライでタモロコって僕人生初ですよ。だから前回ね、ポロッと落としちゃったのも含めれば2匹目ですね。で、今日ちょっとフライをロストしちゃって、仕方がないからね、18番のこのフライで、もともとこれでやってたんですけどね、この対策前の18番のフライで、なんかね、もうでかいのいないかなと思って歩いてたらば、なんかギラギラっていうね、大きめの魚がヒラ打ってたんで、トレースしたらニゴイだったということで、意外とこのアトラクターニンフでボトムをトレースする釣りっていうのはね、意外といろんな魚が釣れていいような気がしてきました。またね、一つ世界が広がった。やりましたよ。楽しいですね、近所の川ね。なんか面白い。いや、今日も大成功でした、大成功。あと、くだらないことなんですけれども、この偏光グラス、これ、サイトマスターなんですけれども、これをね、1個ロストしちゃいました。これも、これ正規品のね、本当は黒いのがついてたんですけれどもね、すぐ取れてなくなっちゃってね、これね、金魚のブクブクのホースなんですよね。これロストしちゃったよ。ちょっと、探したんだけど見つかんない。もう取れて、落としちゃった。まあ、またなんか適当なホース切って、つけますか。